皆さんこんばんは。クジラスプロジェクトのプロデューサー向井です。この度10月11日から14日まで奈良県大和郡山市にある町屋物語館という遊郭建築でお芝居をさせてもらいます。題名は剥がれ落ちるです。僕のクジラスプロジェクトは、毎回作演出家さんを呼んできてお芝居をしてもらっています。今回はシューバさんにお願いすることになりました。劇の中身としては会話劇になります。内容はどんな感じですか？一つの家族の在り方の話をさせていただきます。よくある家族が、いろんなトラブルに見舞われながら、その在り方というか家族とは何かっていうのを会話劇調にして表現させていただきたいと思っています。ありがとうございます。見に来ていただく人の年代によって感じ方が変わるとっても面白い芝居になっています。ぜひ皆さん見に来てください。よろしくお願いします。